はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビージです。では今回は帝都の決算法バンプキット日本プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、再建しつつあったアメリカ軍の艦隊、これの一部をペルー沖で撃破しましたので、今回はその続きになるんですが、まずペルーにですね、飛行場、これを占領したものがあるので、ここに航空機を配備しましょう。ちょっと数はねあまり出せないのが残念なところなんですが、でアメリカの西海岸に2個艦隊の潜水艦隊が入っているので、このうち1隻をペルーに出します。でさらにペルーを攻略した主力艦隊、これがですねほぼ無傷なので、この艦隊を一路カリブ海へと進出をさせていきたいなと思うんですが、心配なのが航空機のすり減り具合なんですけど、やっぱり多少航空機すり減ってる様子があるので、このターンはまずは航空機を補充していきましょう。まずは重爆だね、重爆、これを40機、さらに攻撃機、どうしても重爆はね撃ち落とされる確率が本当に高いんで、で、おまけ程度にはなりますが護衛機も作りましょう。あー、しまった、またあれだな、航空機のうちいくつかを水蒸気として作らなきゃいけないのにすっかり忘れちゃったな。さてどうする？そしたらいらないのを捨ててく？96式の艦船、これ破棄してアルミを得ましょう。で、代わりに水蒸気、これを4機だけか4機しか作れないか、アルミが足りてないね。いや全く航空機足りないわ本当に。どうするっていうぐらい足りないね。いや強風とか作っときたかったな。救急式の艦爆、これをちょっと全部破棄しよう。いや残念すぎる、しょうがないね、これでいきましょう。次本当に忘れないようにしないと。では航空機を配備していきます。違うね、ここに全部艦載機乗せちゃうと、話にならないんだけど、しょうがないな。そしたらできるだけ提督が乗ってるところに補充をしていきたいので補充をしていきましょう。虹の重爆がやっぱり足が長い分偵察機としても採用されるね、普通にやっちゃうと。いやー航空機の数が足りないね、本当に足りない。じゃあこれで一度ターンを進めていきましょうか。兵器開発、いやーこの辺りは結構お金かかるね、やっぱり。技術開発に入れるお金も潤沢にはないっていう感じになっちゃうかな。
そうか、じゃあドイツには鉄をプレゼントしましょう。じゃあこれで一旦だけ進めちゃいます。ドイツ軍はドーバー海峡の攻略に失敗か。まあドイツ軍もだいぶ艦隊は立て直してきてる感じはしますけどね。敵の爆撃機2機を撃墜ね。で、超大和型。さらに、海大和型の越中が、ロールアウトしましたね。で、3つの開発完了。さらに、新鋼材と誘導爆弾。これ、すぐにでも開発したいな。で、神殿ですね、さらに。いや、金ばっかりかかってしょうがない。金ばっかりかかるけど、ここは急いで艦隊を進めましょう。このカリブ海での戦い、これが本当にもう戦いを決定づけると言ってもいいと思うんで、そのためこのカリブ海の攻略のために提督を引き抜きましょう。第1、第2、第3の艦隊を一路カリブ海へ進出させますというところですね。で、今回補充しても、まあ、反映はされないんですが、強風を作っておきます。で、あとは、戦闘機、攻撃、これを今回はバランスよく作っていきます。さらにいつもの通り虹の重爆で、あとは虹の攻撃、これを作っておきましょう。で、今回補充したものは反映はされないんですが、次のターンで反映されるので、航空機自体は多少面倒でも毎回、まあ、自動ではありますけど配備していきましょう。おっと、45機になるか。これはないわ。虹の攻撃機を20機ほど載せましょう。虹の重爆の数が足りてないね。虹の重爆の数ね、ちょっと頭には入れておきましょう。さあ、これでどうなるかだな。しっかりと叩いておきたいところだけど。もう本当に息の根を止めにかかりましょう。アメリカ軍の。では、一大海戦になると思われるカリブ海海戦、始めていきます。ちょっと待ってくれ。西海岸に連合軍の艦隊か。これしのげるか。ちょっと心配だな。いや、本当に心配。まあ、ただそれなりに
航空戦力は配備してあるので大丈夫だとは思うんですけどね。まあ早め早めに一度潜水艦隊を増強しかないとダメだね。現れたぞ敵の艦隊、しかもむちゃくちゃだぞ。敵の戦艦部隊がこっちに来ていたか。完全に騙されたな。完全に想定外だわ。ただ戦艦部隊だったらこちらもそれこそ潜水艦部隊が生きるぞ。と思ったけど潜水艦部隊は壊滅だ。単に壊滅して終わったぞ。マジか。これは思った以上にきついぞ。潜水艦隊は壊滅したな。いやー完全に恐れていたパターンだな。一つの飛行場が大破、まだ二つの飛行場が残っているんでまだまだ戦えますね。硬いんだよね敵の戦艦これ。何この戦艦、ワイオミング、むちゃくちゃ硬いわ。ワイオミング、ようやく撃沈したね。まあ一つの飛行場を失いましたが、二つの飛行場で敵は撃破できるかな。 あとは潜水艦隊が一個完全に壊滅しましたね。ヨーケとともに残りのアメリカ軍艦隊、これを完全に撃破しましょう。沈めておきたいよね一隻でも、せっかく、まあ、予定外に侵入されましたけど。取り逃したか。もうこちら水上部隊全くゼロなんでどうにもならないですね。いやーちょっと心配しましたけど、航空戦力それなりに配備しておいたおかげで退けられましたね。ただ潜水艦隊が壊滅しました。んーとなるとカリブ海が逆に手薄になってるんじゃないかなという期待が持てるな。雨の始まりか。了解。了解。敵艦発見。
まずいぞ。敵のこれは高速部隊だな。これの部隊に捕捉されると結構辛いな。できるだけ早く退避したいですね。雨さえ止んでくれればね。いやー、やっぱり魚雷は強力だね、本当に。さあ雨がやんだ。敵の空母がいる。この空母を仕留めないとまずいぞ。しかも軽空母が2隻、正規空母1隻。こちらは艦載機が多い分発艦に時間がかかるんで、敵の直縁が出るのが先だな。さらに敵の爆撃機も出てる。どっちが先に潰すか殴り合いだな。こちらの防空艦でどこまでしのげるかだね。あとは直縁機が間に合うか。直縁機が間に合ってくれれば、ぐは一発だからね。で、飛龍が沈没したか。ここまで戦い抜いてきてくれてた飛龍がここで沈没ですね。防空艦がしっかりその役割を果たしてくれたので一隻で済んだと思いたいな。無傷の軽空母ルンガポイント、これ沈めておきたいですね。ただ目的は違うところにあるのか。味方の攻撃の目標は正規空母だな。ラバル、まあ確かに正規空母を先に沈めるのが優先ですね。軽空母よりは。よし、ミッドウェー型正規空母ラバルを撃沈。さらにリプライザル、これも正規空母ですね。さらに軽空母が2隻、戦艦もいます。いやー、アメリカ軍ここまで艦隊再編してくるとはな。さすがですね。いやでも本当に空母が撃沈されたのなんてすごい久しぶりなんじゃないかな。ここしばらくね、空母が沈められるなんてことなかったと思うんですけど。ここは敵の軽空母2隻取り逃しかな。敵は沈められたな。敵の軽空母1隻は沈めましたね。問題はここだよ。ここもう一回攻撃隊飛ばせるはずなんですよね、各空母から。敵の空母に狙いを定めたいところなんだけどね。いやーでも本当にアメリカ軍完全に再建してきてましたね。メキシコの西海岸にあれだけの艦隊を送り込んできておいて、カリブ海になお この艦隊規模を置いておけるっていうのは、あの日本軍の総戦力と相対差ないところまで完全に艦隊戦力回復してきてるな。なんとしてもここは空母
できるだけ数沈めておきたい。雨さえ降ってこなければ攻撃隊がもう一回攻撃できるんじゃないかな。こういう時にやっぱり欲しいのが雷撃機なんだよね。正規空母ラバル、これを撃沈しましたね。あとは軽空母が2隻。残りは取り逃しかな。どういうこと？伊勢が大破？航空隊発艦。確かに伊勢が敵の爆撃機の攻撃を浴びていたんだな。まあ、1日目の戦いでほぼ敵の艦隊戦力がカリブ海一帯からは排除できているはずなので、ここからは基地攻撃に専念していきましょう。いやでも本当に飛龍が沈んだのはちょっと残念だな。洋上基地型空母に改装をしていかないとちょっと耐えられないのかもしれない。航空隊巡洋艦隊破。あんまり無茶すんなよ。航空隊発艦。敵飛行場破壊。航空隊発艦。航空隊発艦。ちょっと待って、撤退するのは良くないな。で、第一艦隊から順に最後の飛行場の場所まで移動させていきましょう。いつの間にかこう沈められてるし、俺らはもう揚陸隊を荷上げしちゃったんで無理ですね。グハ、ここで雨か。団子になってるしね。
攻撃ができなかったか。これで終わっちゃうね、時間的に。カリブ海取れなかったね。まあ、味方にも被害が出ましたからね、今回のカリブ海の戦い。まあ、ほぼほぼ勝利は勝利でいいと思うんですけど。まずは、飛竜が撃沈。で、あとは、揚陸艦2隻が撃沈されてますね。で、敵の方は、第4艦隊、これ壊滅に追い込みましたと。で、第9艦隊もほぼ壊滅させてます。第3艦隊はほぼ逆に取り逃したかなというところで、正規空母だけですね。お、夜間航空機がいよいよいけるか。全天候型、これ速攻で開発したいね。では、今回はですね、まずはいつもの通り航空機、これを作っていきましょう。攻撃機だよね、足りてないの。重爆と攻撃機、これの数が全然足りてない。は潜水艦隊が壊滅したので、潜水艦を、それこそまとまった数作りましょう。まあ、種類はね、揚陸艦もね、そうだな、数で言うと4隻ほど増強しますか。さらに潜水艦だね。本当に潜水艦だいぶ傷ついちゃったからな。潜水艦もね、ちょっと設計して、もうちょっと足の速い潜水艦にするのか、攻撃力の高い潜水艦にするのか、いずれにしても特徴あるものをちょっと作っていく必要があるのかなっていう気は、さっきの戦いを見ていても思いましたね。一撃で確実に敵を仕留められるような潜水艦にするのか、あるいは足の速い潜水艦にして、まあ、逃げ切ったり、敵に追いついたり、とどめを刺したりできるようなものにするのかとか、そういうのをちょっと意図して潜水艦の設計もしていくと面白いかなっていう感じはしましたよね。なので、お金に今回割と余裕がありそうなので、まあ、技術レベルへの投資を一旦見送ってでも、潜水艦と、あとは、でもな、空母作ったりすると金ないんだよな。飛竜が沈んだからな。ちょっとまずは、とはいえ、一度設計してみますか。足は速い方がいいからな。24キロ。体幹攻撃力アップ。こんなところになっちゃうのかな。こういう感じで作っていけば、それなりのものは作れそうかな。それはさておいてだ。今は先に航空機、これの生産に入りたい。夜間もね、しっかりと攻撃ができる艦上爆撃機、水星をベースに作っていく。ちょっと一回見ましょうか。いや、こんなもんか。もうちょっと欲しいよなってことを考えると、一旦見送りましょう。はい。ではですね、今回、まあ、ちょっとカリブ海、あるいはペルー沖、そして、メキシコ、ここで再建したアメリカ海軍との戦いをお送りしましたが、まあ、
有利には進めているかなというふうに思いますので、このままね、進めていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。